今年1年の農作物の出来栄えをお粥で占う伝統神事、貝浦祭が淡路市のイザナギ神宮で行われました。この貝浦祭は淡路市のイザナギ神宮に平安時代から千年にわたって続くとされる伝統神事です。今年1年の五穀豊穣を祈願して行われるもので、 3本の竹にお米を入れて炊き、竹筒から流れ出たお粥の状態を見て、豊作か凶作かを占います。結果は農家がそれぞれ判断するということで、集まった地元の農家の人たちは午前2時から2時間おきに炊かれた3本の竹筒から流れ出るお粥の状態を確認していました。